究シリーズやってきましたね。はい、まあ、ここまで、まあね、あのこうスーパーボウルから始まり、まあ、ホバークラフトとつなぎ、モーターが来て、スライムが来て、アニメが来て、望遠鏡が来て、まあ、これがラスト7作目、フィナーレに等しいものあるよ、自由研究になりました。果たして今までも結構いろいろなユニークな自由研究とか研究課題でしたが、最後を飾るのはそれにふさわしいものなのか。いや、ふさわしいと思うよ。ふさわしい紫色なんですね。こちら間違えた、こちら見えたけどね、プラネタリウムを作る。ああ、素晴らしいじゃないですか。説明書出しちゃった。まあ、中身は出てるんですけどね、こちら中身の紹介をしていっていいですか、いいでしょうか。まあ、皆さんお好きな豆電球、小学校ぶりの方も多いのではないでしょうか。プレパラートっぽいもの、プレパラートっぽいもの3つに増えました。モーターの時は、あ、ちょっと3つ、モーターの時は3つか、ちょっと長くなりました。あのね、H の紙、それ何、あ、望遠鏡の時のやつパターンやんけ。 A2 の紙くそー、え、マジで？星ちゃん、星ちゃん、思ったんすけど、思ったんすけど、星野さ、これさ、これはさ、まずさ、この前やったばっかのさ、なんか、ね、望遠鏡シリーズのパターンじゃん、同じパターンじゃん、全く。これはさ、めんどくさかったさ、モーターパターンじゃん、合体パターンじゃん、これ。ひたすらめんどくさいと思うんだよね。予想していい？ん？ぐだる。うん、だからそれを予測した上で出来上がるまでは、まあ、カットって流れでいこう。カッツ、モンスト3周年おめでとうございます。関係なくね、ごめんなさい、出番にできた。なんかさ、切って穴開けるとこまで良かったんだよ。てか俺と星には頑張って作ってたんだよ。ただね、これつなぎ目がよくわからなすぎてね、よくわからないながらつないだ。よくわからない、よくわからない、なんかね、パズルみたいがよくわからないんだけど、とりあえず、まあ、隙間はなくなった。いびつだけど、隙間、ちょっと上の隙間あったらむしろ穴としてカウントされるかもしれない。うん、まあギリギリ、まあ、この辺とか隙間あるんだけど、まあ、ギリギリセーフじゃないかなっていう。これはあとで暗闇のところで光らせたいんだけど、それまで持つかどうかの問題なんでちょっと早めに行きたいです。行ってみましょう。まあ、とりあえずね、この動画では制作までの過程なんでね、後々の動画で次の動画だと思うんだけど多分で、まあ、暗闇で光らせつつ、まあ、今後のね流れをちょっともう一回おさらいみたいな、で、まあ、それを閉会式みたいにして終わりますみたいな。でとりあえずこれは、まあ、自由研究シリーズは、まあ、とりあえずフィナーレ制作は終わった。じゃあ実際使っていきましょう。はい、来たるべき大地へ行きましょう。じゃあこの動画もおしまいだから切っちゃった方がいい。以上、 See you next time. Tomorrow 欲しいもん。はい、じゃあね、次の企画でやろうと思ったんですけどね、意外とね、今回の企画ね、カットシーン多すぎてね、なんかね、3分ぐらいになっちゃったんでね、この企画でね、もうね、プラネタリウムやっていこうかなと思います。準備できました？お、枕だった。星野が未確認。じゃあちょっと一回これを切らせてもらって、次星点灯します。今天井を映してます、こんな感じです。星を映してます、こんな感じです。では一回切ってから、どうぞ。今星がどうぞってやってます。どうぞ、やっぱりかやってます今。じゃあ、はい、次星ライトアップまで3、2、1、シュー。え？あれ？あ、ついた？設定ですか、それは。もちろん。
ちょっと一回つけてみてください。まあ、これが普通のライトです。星野なんかバースデーパーティーみたいになってます。なんかさ、アホしたいのさ、まだまだアホしたいのさ、クリスマスもこんな感じしなかったっけ？星野がさ、なんかろうそく一本のケーキ眺めてる感じ。ああ、そうだかもしれない。まあね、みんなね、お楽しみなのちょっと一回ライトつけてもらえますか？こっちなんでね、今からこれかぶせていきたいと思います。いいですか？星野さん、準備を。いいよ。3、2、1、スタート。おあ、そこそこいいじゃん。そこそこすごいけど見えない、確認取れないこれがすごい、これ綺麗、これが綺麗。あ、思ったより良かったな。うん、なんかね、ちょっと待って、なんかところこうピンクなのがちなみにところどころピンクなのは、あのなんか俺らがね、その推しピン買うのをね、ケチってね、なんか無理やりね、カッターでね、穴開けてから星野がピンクのマジックで穴ぶち開けたからこうなってました。ちょっと一回さ、夜用のカメラに変えてみようかな。うん、じゃあ一回切ります。光った。夜用のカメラで光が超敏感だな。映るかな。あ、映ってる。ちょっとチリみたいだけど、また写真で撮ろう。回ってる。見てください。何ミリとか安いな。あそこに散らばってるのがペガサス座です。あそこにはサソリ座が。あるの本当に。まあそれじゃ見えない。消してみた。見えるこれ。遠くなりすぎた。何ということでしょう。なんか映像で見ると絶妙に微妙なんだよな。伊手田です。見えないですあまり。徐々に広がっていくここの光源。ちょっとおしゃれな関節照明みたいな。一回写真撮ってみようかな。じゃあ一回写真撮ってみよう。はい、これにてプラネタリウムはとりあえず以上です。いかがでしたでしょうか。まあ次の企画はプラネタリウムから始まるんで。自分の好きな星座は見れましたか。チリだね。予想以上に良かったんだけど、映像だと確認不可能。おそらくこっちを映した方が有意義な時間。これにてプラネタリウムを終わりたいと思います。以上、 See you next time tomorrow。 ここの光源がやばい。